そしてテニスラボ青春寺です。今日は TP オープンの決勝戦の様子をお送りします。4ゲーム選手のショートセットで試合は行われます。この日の気温は35度、快晴です。暑さとの戦いにもなります。では第1セットからスタートします。まずはファーストゲームを順調にキープしました。このフォアハンドは今年のベストショットのうちの一つになります。スライディングしながら高い打点でフォアハンドで打てたのはいい打ち方だったと思います。サービスゲームをブレイクしました。ショートセットではすごく重要なことになります。これはナイスボレーですね。ナイスパッシングでした。この角度は全く見えていなくて、同じようなパッシングが何本も通ってしまいます。これも先ほどと同じようなパッシングです。
3-2 となりましたので、次のゲームをブレイクすればファーストセットが取れます。このゲームはフォアのドライブでどんどん押していくような展開です。ここでセットポイントが来ます。ちょっとフェイントをかけたボレーでしたね。これでゲームカウント 4-2 となり、ファーストセットを取りました。セットポイントの時のプレーと同じパターンです。アプローチからのネットプレーはまだまだ磨く必要があると思います。特にドロップボレーは今後の課題です。これは入ってほしかった。二人ともちょっとバテ気味になってきています。ブレイクポイントが来ました。これも入ってほしかったです。40オールですが、ブレイクポイントです。なんと右足が滑って完全にこけてしまいました。ボールを取りに行こうとしましたが立ち上がれませんでした。ここでメディカルタイムアウトです。気を取り直して試合再開です。
このストレートはうまく打てました。ここでまたもや40オールでブレイクポイントが来ました。またもやブレイクできずでした。これはアウトしましたが、後のショットの練習になりました。これはダブルフォルトです。さっきのフォアハンドのミスがあったので、これはいいタイミングで振り抜くことができました。あまりの暑さでカメラが、止まってしまいまして、動画はここまでです。最終成績は 4-2-5-4、 タイブレイク 7-2 となりました。 TP オープンの創価大会で優勝することができました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。Quanto mais de nós tu matas, mais de nós irão brotar.